毎日これ夕日見ながら歩いてますね、ここ。もう4日目っすか、ここ歩いて。同じコースを。感覚が分かんなくなってる。このメコン川のほとりを歩くっていうのがビエンちゃんの正しい楽しみ方じゃないか。正しいかどうかは知らないけど、それくらいしか逆にやることがないんですよね。ずっと思ってたんですけど、高校生かババアしかいなくないですか。この子ら若いじゃないですか。高校生でしょ多分。でパッて左見たらもうおばちゃん、でこの人飛ばして今のが分からなかった。20代の子はあんまり、これ10代前半、これ幼児、高校は多分高校生、っていう大学生層が一切見つからないんですよ。働いてんじゃないの、この時間まで働いてるんですか。そんな働き者なんですか、ラオス人って。ラオラオ、ここも若いしな。